さあ、ということで、今回こちらのね、悟空3が、6人の編成がね、ついに組めるようになったということで、使っていこうと思います。マックポテトスペシャルですね。まあ、やっぱり悟空3ってね、高級感やばいんで、めちゃめちゃ見た目はかっこいいですね。うん、なんか下の2人ぐらいはお荷物ですけど、それではこれで潜っていこうと思います。行きましょう。さあ、いきなり紫染めということで、切り札が封じられて、龍拳がね、縛られてるんで、大ピンチですけど、こいついけるか?無料の悟空3ちゃん。あ、なんか動きうまそうだな。よいしょ。はい、見て、打撃キャン。いやー、危な。待って、通常点かった。痛い。もう、増命の火力やばすぎ。オッケー。しっかり釣りまして。こっちで行くか。ドロスク上げよう。ドロスク下げられてんだよ結局。モーションは使いましたこいつ。まあさすがに向かってみキャラだから。そうか、待って、それで受けてくんのはでかくない？結構回避見て、熱いキャラチェーン、メインずらし回避しましょう。ざる、いやー、さすがにこっちやな。繋がらんも。でも最悪。いやー、さすがに弱えな、悟空3。龍拳以外がちょっと足引っ張ってんな。いや、勝飯もいるし、どうしよう、これ。キャラパワーがちょっと低すぎるな。こいつ落とせばまだ何度かなる。あ、どういうことお前。頭おかしくなった、ついに。こいつじゃダメなんやな、絶対。とりあえずね、湯逃げをね、しっかり稼がしてもらいまして。いや、こいつでどうしようもないな。弱え。かぶすか。バカで助かる。一番落ちちゃダメよ、そのキャラ。いや、よだめ補正で龍拳で。もう。生き生きすんなって、お前らさ。二連回避をもう。もう、ライオミケーキうざいな。とりあえず、湯逃げ溜まりまして。これどうしよう。お体験視察にしとくか。落とし欲しいよな。バニー奪ったんで確定ですね。あ、そのまま落ちるんだ。まあいいや。まあ、回復したかったんでね。近づけてくんな、くっせえ。ワン、真の力を見せてみろ。お父さんが助けてくれた。オッケー。龍拳でワンチャン作れましたよ、これで。マジで龍拳強えわ。バニだけ使わしたいんで、速圧も潰せると。いや、これ勝ったら楽なんだけどな。ドカバキのプロね。いや、弱え。ちょっと久しぶりにこんなゴミパーティー使ってんな。やらかすぎてびっくりするんですけど。さあ、大蔵理論ナイス。オッケー。もう読むなよ。しないっす。
龍拳最強ですね、やっぱり。よし、危ね。海洋拳じゃねえよ。初手一確認だろ、どうせ。来た。ちょっとラグいって、お前。深いすぎだわ、コンボが。外しまーす。はい、モンディ。はい、モンディ。はい、モンディして。ちょっとラグいって、お前。どこの国でやってんだよ。もう、もう外れたんやが。もういいって、まして、ムカつくな、お前。どこの国でやってんですか？ほんとに。洞窟でやってんだろ、お前、レジェンズ。出しとくわ、もう。このゴミを。はい、見て射撃。はい、モンディ。さすが乗ってるよな、こんぐらい。よしよしよし。まあ一番色的にはいらないけど、いらないというか、どうでもいい色でしたけど、やっぱ不快なんでね、いるだけで。まあ下手っぴなんでタックルでいいでしょう。相手になってやる。OK？ 入るんか。本当にさ、ラグ感めせラグ。メイン。あ、見えないんだ。危ね。特殊カバちゃん向こうだよ。待って、全くラグいんだけど、お前さ。ねえ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 。許さねえぞじゃねえ、お前。ラグのスペシャリストか、お前は。ラグだけ天才的。え、中距離来いよ。跳ねる。なんで入れ込む、それも。やばいやつしかいねえぜ。ちょっとこれも海外っぽいけど、まあ、いいか。てかもう俺が悟空3パーティーだから知らんけど、4、2体出してきて、マウント取ってきやがってんだけど、こいつ。何してんの、お前は。あ、出てきそう。よかった。はい、補正切りまーす。出てこない。出てこないか。射撃。一瞬でね。一瞬で見て。マジで？それはマックポテトちゃんよ、こっちの。あ、引けるかな？引ける。えらい。この3人は割とまともなんでね。パワーだけ見れば。ちょ、待機がばりすぎたな。ようやく。はい、下手くそ。ライジング溜まるよ。溜まるけどこれちょっとあれだな。黄色の待機忘れちゃったモンディだな。待機引いて。引かない。熱。臭い、臭い、臭い、臭い。くせえ、お前。外していいね。強きすぎやろ、その魂の回避読みはよ。一体死ぬんだぞ、それ。警戒してないよね。OK？ さあ、どうやって料理しましょうかね。やべえ、奴らを。おお、終わっちゃった。なかなかやるじゃねえか。いや、これ、どうだ、終われるか。時間。いや、もう一試合行くか。行きたくねえ。行きたく、いや、終わろう。めんどくせえわ、やっぱこんなゴミパーですから。うん。ということで、海外のムカスを倒して、終わります。お疲れ様でした。肉食べて太く
太くなった六二三をジャイアンみたいにレジン使いで毎日みんなを煽って伸びたみたいに意地悪ございます。国さん